イザベラ・ロッセリーニは、イタリア・ローマ出身の女優。父親は、映画監督のロベルト・ロッセリーニ。母親は、スウェーデン出身の女優・イングリッド・バーグマン。娘は、モデルのエレット・ラ・ロッセリーニ・ビーデマン。要望は、母の面影を残す。姉二人と兄、双子の妹がいる。5歳の時に、両親が離婚。13歳の時に、 脊中側腕症を患い、2年間の闘病生活を送った。女優になる以前は、テレビ局に勤めたりしていた。1976年に、母イングリッド主演のザスターで一旦映画デビュー。その後、イタリアのテレビのバラエティ番組で、ロベルト・ベニーニと共演。モデルの仕事も若干行っていた。母の死後、1985年のホワイトナイツ、 白夜で映画女優としてのキャリアを歩み始めた。1986年公開のデビッド・リンチ監督作品ブルーベルベットに出演した。私生活ではマーティン・スコセッシと結婚したが、1983年に離婚した。その後1983年から1986年までモデルの男性と再婚。二度目の離婚後は、 デビッドリンチ監督と交際していた。その後、不滅の恋、ベートーベンで共演したゲリー・オールドマンと婚約したが、後に破棄し破局。また、アメリカの市民権を取得している。15年余りの間、フランスの化粧品会社ランコム、ランコムのイメージモデルとしても有名である。イザベラとデビッドリンチ。映画、ブルーベルベッドの公開時、評判が非常に、 悪いことを知ったロッセリーには自分の下手な演技、役作りでデイビッドリンチ監督に迷惑をかけてしまった。自分は出演を引き受けたりせず他の女優に役を譲っておけばよかったと思い随分と悩んだという。それ以前はモデルの仕事などをしていたが映画はまだホワイトナイツとブルーベルベットの2本しか出ていない状態でモデルもできず 何年もの間苦しんだと後に本人は語った。結果的には映画は高い評価を受け賞も受賞した。またリンチ監督はブルーベルベット DVD 特典映像のインタビューにおいて彼女を褒め高く評価している。ありがとうございます。